議会制民主主義を踏みにじる勝手千番な党首だ。社民党の福島瑞穂党首は採決から5日が過ぎた18日の記者会見で、新型コロナウイルスを適用対象に含める改正新型インフルエンザ等対策特別措置法の参院本会議採決を欠席した理由に関し、ギリギリの判断だった。特措法には問題があると説明した。党の賛成方針に党首自ら反したことについては党のガバナンスをきちんとやっていきたいと他人事のように述べた。会見では十分議論する暇がなかった。党内で意見の違いを埋められなかったと釈明した。採決当日に取材を拒否した理由を繰り返し問われると、説明責任の果たし方は千差万別だと反論した。叱られてふてくされた知れ者のようだった。社民党は採決に先立ち、早期収束のために立法措置が必要として、統一会派を組む立憲民主党などと足並みを揃える形で改正案への賛成を決めた。福島氏はこれを良しとせず、欠席を選んだ。改正法が成立すれば、安倍晋三首相は私権の制限を可能とする緊急事態宣言を出せるようになる。福島氏は、首相が国民生活に大きく影響する一斉休校などを要請しながら、十分な説明をしなかったことを問題視したのだ。福島氏本人の思いがどうあれ、党首が党の決定をたがえた上に、その理由を速やかに語らなかったのは、党そのものの信頼に影響しかねない異例の事態だ。党首の欠席を注意しないのか。19日の会見で記者団から問われた吉田忠智幹事長は、厳しい表情で考えていない。不問に付したいと、臭いものには蓋との口調に聞こえた。民主主義を肯定し、何者にも束縛されない自由な政党活動によって国民は偏りのない政治を期待する。その実現のために税金から多額の政党助成金を拠出することを認めている。その政党の党首自らが本人の意に沿わないだけのさまつな理由で、党が決めた決定に背を向けたのだ。私たちはこの党首の行動こそ、民主主義を破壊するアナーキズム行為、議会制民主主義を否定するファシズムと危険視しなければならない。先が見通せない泡沫政党とはいえ、老舗政党の看板を掲げ続けるか。それとも他党との合流に新たな道を見出すのか。不穏な思考をする党首が再登板した社民党にもはや民主主義を語る資格はあるまい。